基礎数学、意外と誤答する文字式計算、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。解説をします。 QE2 は分母を1とする分数にして、3分の 1A の A を分子に乗せて逆数にして掛け算にします。QE2 を掛け算の形に分解し、約分して計算すると27A が正解となります。おまけ問題です。反比例 y イコール x 分の12のグラフ上の点 P を一つの頂点とする長方形 PQOR の面積を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。